さあ、それでは本日12レース優勝戦出場メンバーの登場です。1号艇白井英二選手、2号艇美蓮龍太選手、3号艇重成和彦選手、4号艇吉典選手、6号艇太田和美選手、以上の6選手で12レース優勝戦が行われます。皆様盛大な拍手をお送りください。さあ、それでは選手の皆様ご着席ください。早速1号艇からいきましょう。さあ、それでは改めまして1号艇白井英二選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、1号艇で登場ですけれども、手にしたモーター、予選道中走られて手応えいかがなんでしょう。はい、日増しに良くなって、はい、今はいい状態を持っています。今かなり自分の中では満足。はい、はい、さあ、そんな中この大村ですけれども、今日はね、ちょっと予報でも風が強いという予報出てましたが、いかがなんでしょう、陰線スタート。まあ、あまり信頼してないです。はい、そこはもうしっかりと行ってみても。はい、さあ、1号艇です。もちろんコースですけど、はい、はい、さあ、どうですか、この大村一節走られて、やっぱりイメージ的にはちょっと陰の強い大村と言われてますが。そうですね、まあ、本当に枠有利だと思ってるので、はい、走りたいなと思います。はい、さあ、この後の作業ですけども、今から一度乗ってみて、微調整に入ると思いますけど、まあ、少しプロペラ叩くぐらいでいきます。そこをバシッと合わせて、お先に待って逃げるのみと。はい、さあ、それでは最後、ファンの皆様大変集まっておりますので、一言お願いします。はい、優勝を目指してしっかりします。よろしくお願いします。ありがとうございます。1号艇白井英二選手でした。さあ、続いていきましょう。2号艇でございます、峰龍太選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、皆さん、2号艇で登場ですが、声援も飛んでますけど、はい、いかがなんでしょう、元の手応えは。まあ、いいですね、行き足から元の、はい、行き足からいい方と。はい、いいと思います。はい、それも満足してるなと。そうですね、はい、いいと思います。この後の作業としてもうちょっと欲しいなというのは特には。いや、行き足が伸びがいいんで、もっと今よくして なればなって思って、そこのいいところをもっと活かせればなと。そうですね、はい、そこに練習をって、はい、ダメを出したいなと思います。そんな中、この水面スタートいかがでしょう。スタートはこの辺からね、自分でも驚くぐらい、驚くぐらい決まって全速で全部出てるんで。ということは、これも2号艇、もちろんコースも。そうですね、2号室、そこは徹底的ですね。2コースからしっかりとスタート行って、しっかり差し切る。それはもちろん選んでいいですか。それは選んでいいですよ。いやいやいや、僕が選んでるわけですから。差し切るイメージの仕上がりをしてるのかと思っただけです。でも今日風強いっていう用語出てますけど、どうですか、風は。風、嫌ですね。嫌ですか。ないのがいいかなと。そこが落ち着いてくれたら直せばいいかなと。うん、できれますね。あ、さあ、そんな中、もうファンの皆さんたくさん集まってますので。そうですね、最後もう一言力強いコメントお願いします。はい、ワンちゃん優勝を狙っていきます。お待ちください。ありがとうございます。2号艇峰龍太選手でした。さあ、続いていきましょう。3号艇でございます、重成和彦選手です。よろしくお願いします。はい、どうも。素晴らしい拍手も出ております。ありがとうございます。さあ、その中、重成選手的したモーター、手応えいかがなんでしょう。うん、胸張るところはないです。あ、胸張るところはない。はい、ということは、この後の作業として胸張るところをつけていきたい。うん、なかなか来ないので、ええ、はい、現状のままでもいいかなと。もう回転調整はしますよ。はい、はい、そこをしっかり微調整して、はい、さあ、3号艇ですけども、コースいかがなんでしょう。もうオーソドックスに行きたいですね。スタートいかがですか、スローが。まあまあ、まあ、3号艇からのやっぱり予選道中の勝利もありましたが、イメージは。そこらも締めまくりですね。締めまくりで、もうしっかりスタートいって自分が攻めていきたい。そうですね、はい、もうこのホームランの水面の相性いかがですか。うん、まあ、よくもなく悪くもなく。よくもなく
今日はここまでの嫌いじゃないです。今日で大好きになれれば、あ、いい感じですね。はい、さあということで今日はね、もうちょっとね、大村皆さんみんな強いなという感じでいますけども、しっかりと攻めて甘めの配当も、そうですね、あのところは必見でやりたいと思います。わかりました、はい、さあそれでは最後ファンの皆様にもう一言お願いします。はい、あの CM の田中圭さん、あの赤い勝負服なんで多分僕へと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。参考で重成和人選手でした。さあ続いていきましょう、4号艇でございます、岡崎康弘選手です。よろしくお願いします。さあ岡崎選手も走られて、モーターの手応えいかがなんでしょう。まあ、いいエンジンなんで、全体的にまずまずいきます。全体的にはまずまず、はい、この後の作業でここ欲しいなというのはありますか。まあ、4号は気温下がって、まあ、気象条件変わるんで、また1から6くらいやろうかなと思ってるんですけど、まあ、全体的に欲しいですね。全体的に欲しい。さあそんな中、4号店です、コースですけど、ピットワンがね次第ですけど、まあ4コースになると思います。他どこからそのスタートのイメージいかがでしょう。そうですね、ダッシュの方が難しいんでしっかり、まあ、練習していきたいです。ということはこれはもう3号店も攻めて取れれば展開もつける足はもちろんありますし、まあそうですね、風も強いですし、はい、あの攻め、自分が攻めるよりは非常に楽ですけどそっちの方が楽ですけど、はい、まあいろいろ考えながら、まあ、はい、なるように言ってくれて。わかりました。さあ、それでは最後、ファンの皆様にもう一言お願いします。はい、一緒に出していただきたいと思います。ありがとうございます。4号艇、岡崎康弘選手でした。さあ、続いていきましょう、5号艇、井口義則選手です。よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いします。さあ、井口選手も予選途中走られて、モーターの手応え、ここいいぞっていうのは、まあ、ちょっと出足はないのかなという感覚ですね。はい、出足ではないのかな、はい、ということは、この後の作業としましては、まあそこはもう無視ですね、今更帰る必要性もないと思ってますし、はい、この特徴を生かした、あ、はい、ということはちょっと伸び、まあそんな変わらないと思いますけど、どっちかちょっと伸び方なのかなっていうのはあります。そんな中ピット離れとかあるかもしれない。問題ないです。問題ないです、ね、さあ5号艇です、コースですか。もう5コースから勝負したいと思います、はい、この水面ちょっと風強くなる予報ですが、スタートはいかがですか。スタートもうちょっとしにくいので、もう頑張ってスタートしたいと思います。まずはしっかりスタート行ってから、はい、はい、さあ大村のファンの皆さん、こんなにたくさんそうですね、はい、これももちろん穴を開ける気持ちで、開ける、いや穴を開ける気持ちで、そうですね、はい、もちろんそうです。走っと後輩と提供で、はい、できるように。一番気にしてる人があそこで、あのウイチさんという方が、今日ウイチさん、はい、そうですね、12レース優勝戦をね、あ、しっかりとやらないといけないらしいですけど、あ、そうですね、あの人インタビュー聞く前にサイン会になってますけどね、あの方に、しっかりと穴を提供できるように、手を打っていきたいです。聞こえない、後で聞いてください、本当に、はい、さあそれでは最後ファンの皆様にもう一言お願いします。あと一層戻ってきます、ご了承します。ありがとうございます。5号艇、井口義成選手でした。さあラストでございます、6号艇、太田和美選手です。よろしくお願いします。お願いします。さあ太田選手も、予選同時モーターの手応えいかがなんでしょうか。はい、いいです。いいです。どの辺が気に入ってますか。まあ、ターンできるとできるとターンできるとこが気に入ってるんですか。そうですね、この後の作業でここ欲しいなというところは、いや、もうあんまりないですね。まあ、昨日もいい感じだったんで、はい、まあ、今日睡眠悪いんで、はい、まあ、昨日の感じでいいかなと。そのまま行っても大丈夫かなと。ちょっと、まあ、見てからですけど、さあ、その中6号艇です。コースです、コース。いや、睡眠悪いんで、はい、6コースから展開は水面悪いんで、風も強いんで、6コースから展開をしっかりと、はい、スタートいかがですか、スタートスタート、まあ普通ぐらいに行ければ普通ぐらいに行ければさっきフランキーになって言われたんで、はい、はい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 、最新ですから、はい、迷惑かけないように、迷惑かけないように。ただ今日はちょっとその荒れ水面、水面が風吹いて強くなってくれればもちろんチャンスは、うん、ね、内側の人が風に煽られたりしたら、あ、そうだね、内側の方が風で、完全に風待ちですね。風待ち、水面待ち、風待ち、水面待ち、ね、じっくりそこの展開を拾うぞと、うん、ね、もう30年近く走ってきてるから、はい、そこは冷静に、セコ君、冷静に見ていきたいな、わかりました。さあ、6号艇ですが、ファンの皆様期待してると思いますので、最後一言お願いします。そうですね、あの精一杯頑張りますので、応援よろしくお願いします。ありがとうございます。6号艇、太田和美選手でした。さあ、ということでね、6名のコメント聞いていただきましたが、ここでね、
今とね、優勝選手、選手インタビュー終わりました。このステージ上で宇治さんの意気込みを後で聞きますんでね、ファンの皆さんそのままお待ちになっていただきたいと思いますが、まさかのね、写真会になってますからね、全然優勝インタビュー聞いてないんじゃないかというね、あとは峰さんが戻っていただいて、ちょっとお待ちください。すみません、申し訳ないですね。早く帰りたい太田さん、ちょっと待ってくださいね。信頼さん、すみません。さあ、そんな中、もうそろそろ皆さんよろしいですかね。写真撮影最後の方は以上で終わりますけれども、峰さん、そろそろ戻っていただかないと、時間が迫っておりまして、いいですか、峰さん。ね。さあ、そろそろ、あ、井口選手も戻っていただいて、さあ、それでは全選手、戻っていただきたいと思います。大丈夫でしょうか。ありがとうございます。はい、さあ、ということで、6選手のコメント聞いていただきました。改めまして、12レース優勝戦のメンバーご紹介いたしましょう。1号艇、白井英二選手。2号艇、峰竜太選手。3号艇、重谷和人選手。4号艇、岡崎康弘選手。5号艇、井口義則選手。6号艇、太田和美選手。以上の6選手にて12レース優勝戦が行われます。皆様盛大な拍手をお送りください。選手退場です。さあ本日の12レース優勝戦でございます。さあ G1 海の王者決定戦、さあ今日のね、新年ある新年ですが、誰がチケットを制するんでしょうか。6号艇